日本サッカー協会は2026年のワールドカップを目指す日本代表のコーチに元ジュビロ磐田監督の七海博さん元ジュビロ磐田優十八監督の前田良一さんが就任すると発表しました日本代表のコーチ就任が決まった七海博さんは藤枝市出身の50歳2014年から5年間 フルスジュビロ磐田の監督を務めるなど J リーグクラブの監督を歴任し経験を積んできました日本代表のコーチは横内昭信さんがジュビロ磐田の新監督に就任するなど2人が退任しています後任探しが進められていて同じくジュビロ磐田 U18 で監督をしていた前田良一さんも日本代表のコーチ就任が決まりました ジュビロ磐田の黄金時代を知る2人が森安ジャパンを支えていくことになります。